皆様、本日はですね、ここなのかな、ここタイヤのあれだけど、じゃあ、コストコに久しぶりに来たので、爆買いしていきたいと思います。ということで、ただいまということで、早速、購入してきた商品を紹介させていただこうと思います。はい。はい。いや、めっちゃいい買い物したね。ね。行きましょうか、じゃあ早速。もう一応並べたんで、はい。はい。まずはこれだね。これは後ほどね、またね、違う動画で出てくると思うんですけど、前回買ったやつのいいバージョンです、はい、パワーアップしましたね、はい、特選のファミリー50巻です。すごい、もう楽しみ、これすごい。でこちらが4980円。まあね、まあでもめっちゃ入ってるからね、1回100円って考えたら、ね、すごいいいよね。美味しい。でしかも本当に新鮮で美味しかったしね。そう、前食べた時も分かったから、サーモン俺が食べれたっていうのが分かったから。そうだね、はい、はい、じゃあ続いていきまーす、はい、こちら黒酢酢豚、これも美味しそうですね。初めて買いました。そう、なんか一応ね、この前一回ね、動画でも言ったんだけど、黒酢酢豚作りたくて、一回ちょっと普通にね、味見をね、してみようかな。お惣菜的なのも食べてみようかなと思って、はい、でそちらが978円。じゃあ続いてこちら、これは俺が食べたかったミートボールのデミグラスソースチーズ入りみたいなやつですね。でこちら968円。これは単純に俺が食べたかった。じゃあ続いてどんどんいきます。はい、いっぱいあるんで、はい、はい、これ続いてこちらです。ナッツですね、ミックスナッツ 1.13kg、 量が多いですね、2258円。はい、ナッツはね、小腹空いた時に食べたいから、あとね、美容にもいいらしいんですよね。なので買いました、美容系としては。はい、美容系です。はい、じゃあ続いていきます、はい、これはもう僕が絶対買いたかった、キュッと 1500ml、 これ538円なんですけども、はい、今回行った時クーポン付きになってて100円マイナスでしたね、だから438円。はい、これね、もうね、やっぱね、何回も何回も買いに行くっていうのがね、結構大変なんで、1回でね、そのやっぱできるだけ何回もね使える方がいいんで、僕はこれ欲しかったんですよ、大きいのがある。はい、じゃあ続いていきます。はい、これはもう僕がすごいよね1回買ってみたかった、コストコのその甘いもの系を。シュークリーム僕大好きなんで、はい、でそちらが6個入り899円だったんですけれども、はい、こちらもクーポン付きの200円引きですね、なので699円。そうだから200円引きっていうのもあって、うん、買ってみたんですね、まあ、1個100円ぐらい、はい、めっちゃ大きいから、ね、めっちゃ大きい。続いてこちらですね、はい、はい、これ単純にね、アスパラガス 450g、 はい、これ399円だったんですけど、なんかちょっと味見させてもらってね、そうなんかちょっと美味しかったんで、美味しかった。でしかもあんまり最近アスパラガス買ったことなかったから ね、太くて美味しかったから、はい、いいかなと。続いてこちら、はい、これはこっちの方が分かりやすいかな、結構長いんですけど、吊るしベーコンですね。これもめっちゃ気になってたんだよ、前回の時から。でこちら一応798円なんですけど、はい、こちらもクーポン付き170円引きですね、はい、なんで620円くらいかな、はい、吊るしベーコン買いました。大きいね、かぶりつけそう。続いてこちら、はい、これはジャーキーですねこれみんな多分あるあるだと思うんだけど、コストコ最後の方行くとお菓子コーナーになって、最後こういうの見てついつい買っちゃうんだよね。そうだからナッツもそうだったんだよね、はい、こちらジャーキー1368円だけど結構量ある。これも買いました、うん、ジャーキー、はい、じゃあ続いてこちらですね、こちらゴルゴンゾーラチーズですね、1278円なんですけど、2つ入ってんだよね。はい、こんな感じで三角で2つ下に入って、だから2つでちょうど四角みたく見えてるんですけど、三角で入ってる感じですね。これはもうこうちゃんがもうちょっと食べたくて絶対欲しいなっていう、うん、まあこれをもしかしたら動画にも出てくるかもしれないですね、はい、はい、じゃ続いてこれまあメインの一つと言ってもいいんじゃないかな、はい、僕たちがそんなねお酒買うことないんですけど、純米大吟醸ですね、はい、こちら、はい、純米大吟醸 1.8リットル、1998円だったんですけども、はい、これはね料理に出てきますね。そう、僕がね、はい、今度ちょっと作ろうと思ってて、はい、料理をね、ちょっとそれは楽しみにしてください。みんな楽しみにしてて、はい、続いてこれも感動した、これも感動したね、シーサラダ、お寿司、回転寿司でおなじみシーサラダ、値段が998円なんですけど、まあこれで何貫作れるか、そう、めっちゃ食べ俺2人とも大好きなんだよね、これね、シーサラダめっちゃ好きだから、海鮮サラダすげえ楽しみ。シーチキンとシーサラダはマジで美味しいと思う、回転寿司のね、これも買いました、今度も、ま、いっぱい作ろうね、はい、続いてこれもね結構もう大定番で、ま、毎回買うんすけど、はい、これだね、牛肉、こちら US のプライムビーフの肩牛肉用ですね、これこの辺、はい、はいはい、4412円です、うん、はい、まあ、ここら辺もね多分動画に出てくると思います、はい、これはもう美味しいからね、はい、でこれがちょっとなんかそう今回初めて買ったやつなんですけど、こちらラムサラムロインチョップ T ボーン、ラム肉の T ボーンステーキみたいな感じです、ね、はい、2226円。これは俺が単純になんか正面にね結構大きく書いてあって美味しそうと思ってね、はい、これも買いました、ラム肉です、はい、じゃあ続いてこちらですね、はい、フランクフルトアソート4種、餃子ニンニク、プレーンミルク、バジリコだって、すごいね、はい、これアソートですね、ソーセージのアソート1298円、
これも買いました。なんかいつもね決まったなんかあのソーセージ買ってたんだけど、うん、だやっぱ違うの買いたくて。そうだね、うん、いつもとは違うやつ買ってみました。これ続いてこちらか、はい、ちゃんじゃ。ちゃんじゃそれ 300g ですね、968円。ちゃんじゃって、うん、結構高いんだよね、そこら辺で買ったら量少なくて。だからこれ結構まとめて買えるからいいなと思って、で味見もさせてもらったんだけどすごい美味しかったんで、ちゃんじゃ巻きとかにもいいしね、お茶漬けの入れてもいいし、ちゃんじゃ。はい、続いてこちらですね。はい、これはもう絶対買えます。まあまあ絶対買えますね。牛タンです。これはタンですね。これは4150円。まあグラム単位でね値段はちょっと変わってくるんで。まあコストコ、僕たちの動画をずっと見てくださってる方はご存知かもしれないですけど、あの牛タン買った際は必ずあの動画出てくると思うんで、うん、これは必ず動画出ると思います。定番のやつですね。はい。はい、で続いてもこれも僕が絶対欲しかった、トイレスタンプ。これ多分みんな使ってる人多いんじゃないかな。これ4パックというか4つ入って998円ですね。はい、72日分4本入りですね。まあこれはねまとめて買っといたら絶対楽、こういうのは約300日ぐらい持つんで、うん、これも買いました。はい、はい、続いてがこれはね舞茸極み420円。はい、まあ、これちょっとね僕今度あの料理に使いたくて舞茸買いたいなと思った時にちょうどたくさんあったんで買いました、ね、買いました。はい、これはもうこうちゃん大好きなやつね。はい、刺身用ホタテ貝柱1879円。はい、これ安いよね。安いね、これ安いね。この量で成城石井とかに行くとさ、まあ、もうちょっと大粒ではあるんだけどさそうだね、まあでもこの感じのクオリティがこうちゃん好きだから、そうそうそう、もうそう大好きだね。全然もう全然嬉しいです。でこちらこれもね2回連続もう行った時にその紹介させていただいたラクレットチーズ、これもね1回だけ動画に出たことあると思うんですけど、これマジでうまいんで美味しいね。958円です、はい、これめっちゃ美味しいんでおすすめです。はい、これも買いました。でこちらスモークドソーセージ798円。すごいいい香りしそうだよ ねだスモーク系ってすごい好きなんだよね。燻製されたソーセージこちらを買いました。はい、ということで食べ物系はこれなんですけど、一旦ねこれどかさないと紹介できないのがあるんで一回どかします。じゃあ、残り2つ紹介させていただこうと思うんですけど、はい、1つはこれですね、ジップロック。これあのねコメントにも1回書いてあったんですけど、こうちゃんが使ってるそのレンジで温めるとき、あのジップロックコンテナ、ね、作り置き、うん、そう、あの時にどこで買ったやつですかっていう質問あったんですけど、今回はあのコストコで買ったんですけど、まあ、一応ねどこにでも売ってるスーパーに、うん、あるんでそちらの方でねあの見てみてください。まあ、今回はねコストコですけど、じゃあちょっと開けてみようか。でこちらジップロックコンテナ24個入り、はい、ってなってるのかな、うん、すごい量が。そうこれレンジにも使えて、あのなんだっけ冷凍でも使えて、プラスあの食器洗いもできると。そう食器洗い機だっけにも入れられる、食洗機ね。そう食洗機か。でも開けちゃっていいじゃん、うん、すごいめっちゃ入ってる。いやマジでねジップロックコンテナねめっちゃ便利なのよね。しかもこのいろんな大きさあんのやばいね、こうちゃん見てこの大きさまであるよ、こうちゃん。あ、なんかね、24って書いて、このレシートには24個って書いてるんだけど、うん、48ピースセットってなってるよ、これ48個入ってるみたい。これすごいわ。え、すごい、いっぱいある。すごいね。漬物とかちょっと、きゅうり1本とかあるんだ。そう、これ意外とさ、このサイズってさ、見落としがちじゃないけど買わずに終わるじゃん。これいいよね。ね、何気にこの縦に置けられるやつも良くない？いいね。めっちゃいい買い物したと思う、これこれだ、オッケー。しかも、他のやつと違ってこっちの方がちょっと、わかるかな。おしゃれなんだよね、そう。あ、で、さっきね、48って言ったんですけども、うん、24個で、蓋も合わせて、うん、24つついてるから合計48個入ってるよっていうだけで。そういうことだね。いや、これめっちゃいいお買い物したね。で、普段僕が使ってるやつはこ この大きさですね。そうだね、それぐらいだね。このジップロックコンテナが普通にスーパーとかで売ってるんですけど、うん、それ以外のサイズだから結構本当にこれの薄いやつとかさ、うん、これとかなんてさ本当にさ煮豚やった時とかのさ、ね、ラード入れとくとかでもいいしさ、ちっちゃいサイズ、ね、すごいいいねこれね。かわいいわ。すごい大きいのも1個ついてて、うん、ただまあやっぱ基本的に本当このサイズのジップロックコンテナがめっちゃ入ってるから、うん、使いやすいと思うね。まあとりあえずジップロックはこんな感じということで、じゃあラスト、はい、いきますか。まあ今回の2つ目のメインなんかな。これもでもこれも良かったね、結構ね。すげえいいわ、いっぱい入ってるからね、はい、値段言ったっけ。言ってない今。でこれがこんだけあって1598円ですね、うん、はい、いいですね。スパスパスバラでラストですね。はい、はい、こちらウィーケンズって書いてるね。ちょっと開けていくか。はい、お皿なんですけれども
いやこれね、これはね、今回紹介させていただくんですけど、多分今後動画に出てくると思います。はい、こちらですね。こちら開けてきましたんですけど、これなんか大きい鶏ざるなんですけども、はい、4つこういう風にね、4種類ずつ分かれてて、でこっちも5つあるんですけど、まず何でこれ回るとね、これ結構憧れじゃない？そう、回したい、家で回したい。だからここにあのなんだっけ、鍋とかの食材を4種類分けて入れた時にもすごい映えていいかなと思ったし、まあ、取る時にもね、あのわざわざ手伸ばさなくてもこうやってちょっと回せば手前に来るからいいかなと思って、購入しました。でこっちはね、いろんなソースね、そう分けられるし、あと何よりやっぱ可愛いよね。そう可愛い。だからこの、うん、これからの時期そういう鍋物とかさ、そうだね、クリスマスとかのさ、うん、ちっちゃいオードブルとかもそうだしさ、うんうんうん、そういう系のね、パーティーをすることってあんまりないと思うけども大人数でねご飯食べる時とか、うん、すごいいいかなと。あとさ、みんな結構そこに人いたよね。これを見てるあの主婦の方たちがめっちゃいた。可愛いか買わないかっつってで結局何人かをあの購入されてたんで、で一応これ食洗機と電子レンジにも対応、はい、このあの下の土台以外ね、うん、このお皿の部分、うんはいけるんで、うん、そういうところもいいかなと。でお値段は3438円、この2つセットでですね。ああいいよね、うん、最初こっちだけだったら悩んだんだけど、あこっちもついてくるんだって言って、2人ともあいやこれは買おうって言って決めました。いい、ね、はい、という感じでございます。であと他に買ったもので一応袋ね、これがあの、はい、持ってなかったんでクーラーバッグ、そうは買いました、はい、でこちら一応2つ付きで、うん、値段が、2218円ですね。ただまあこちらも今後ね持っていけば、あの冷蔵食品とか全部お店の人も入れてくれるんで。そうだね、はい、っていう感じですね。はい、じゃあいよいよ合計いいですか。はい、で今回のお値段は合計42351円。いやーすごい、多分あれなんじゃないかな、今回さ結構なんだっけ、歴代の中でも食べ物だけでこんだけお値段いったの多分初めてだと思う。そうだね、結構ちゃんと、つかもうすごいいい買い物ができた。そう、逆になんかあの自分たちが本当に欲しいなって思ったそのいいものをあの厳選して買えた感じがしたから、まあ、今後ね何個か多分、動画の中でも出てくると思うんですけども、ぜひね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、まあ、って感じかな。お惣菜系今回あんまり買わなかったもんね。そう、お惣菜系はね、そうあんまりやめたんだよね。うん、俺本当でもね、酢豚とかさ、うん、ミートボールとかがすごい楽しみ、ね、すごい楽しみだね。もしあれだね、うん、あのめっちゃ美味しかったらまたみんなにおすすめするわ。そうだね、これ本当美味しかったよっつって、はい、っていう感じでございます。はい、本日はねコストコで久々にね、爆買いをしてみたっていう動画でございました。まあ、気になるのがあったらぜひね皆さんあのコストコ行った際にね見てみてください。じゃあ最後までご視聴、あそうだ、そうコストコの動画ねめっちゃ楽しみにしてた、ね、めっちゃいたんだけど、ありがとうございます。そうね、やっぱね1年にね行けるのがね、やっぱお金はねある程度貯めてからじゃないと、やっぱさちょこっとこれだけ買いに行くっていう風に行けるところじゃないんで、貯金して貯めてからいつもお買い物してるんで、あの年にね何回かになるとは思うんですけど、これからもねあのお買い物行くと思うんで、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ございました。またね、バイバーイ。